はい、どうも皆さん、こんにちは、のいちです。いやー、ちょっと遊郭編の情報やばかったっすね。これちょっとマジでやばかった。ということで、まあ、本日はですね、そんな遊郭編の情報を全部ね、まとめてきたんですけども、まあ、本当に盛りだくさんとなっておりますので、皆さん全集中でね、最後までご覧くださいと。はい、ということでね、今のうちにチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まずね、ちょっと関係ない話からね、させていただこうかなと思うんですけども、これさっきね、鬼滅の刃の公式さんがちょっとツイートしておりまして、なんとやばかったっすね。こんな感じで、鬼滅の刃第1期熊戸炭治郎立志編なんですけども、10月4日から東京 MX で再放送しますよということで、いや、めちゃめちゃやるやんやるやんということで再放送するみたいですね、アニメ1期なので。まあ本当に配信サイトに入ってない方とか、本当にそういう方は無料で楽しめるので、ぜひぜひ見返してみてください。はい、ということでね、遊郭編なんですけども、まずね、遊郭編の放送日出ておりましたね。放送日はこんな感じとなっております。はい、まあ、放送日ね、12月の5日11時15分より放送開始ということで、まあちょっとね、びっくりなのは12月ということですね。まあこれ間にまあ無限列車編入っちゃってるんで、まあ12月っていうのはまあまあ納得かなと思うんですけど、遊郭編もっと早いと思ってたよね。うん、遊郭編が10月からだと思っていたよねっていうことで、まあ本当にほぼね、まあ秋アニメの途中っていう感じだけど、まあもうほぼ冬アニメっていう感じですね。そんな中途半端な日から始めるっていうことなので、まあ僕はまあ普通に全16話やるんじゃないかなと個人的には思っております。だからまあなんかもう本当に中途半端なスタートなんで、もうなんか他のアニメの概念にとらわれてない感じのスタートですね。これはすっごいねすっごいね。で、まあ、フジテレビが先行配信で、まあ、この12月5日11時15分からっていうことなんですけども、まあ、東京 MX はね、やはりかと、やはりなっていう感じで、1週間後ですね、ほぼ実質1週間後の12月11日の土曜日の11時30分より放送開始ということで、これ配信の方が結構早いので、まあ、ちょっと東京 MX で見る方は少なくなっちゃうんじゃないかななんて思うんですけども、まあ、そんな配信情報はこんな感じとなっております。12月6日の月曜日、夜1時より配信ということで、まあ、無限列車編は0時より配信だったんですけども、遊郭編の方は1時から配信となっておりますので、ここ注意ですね。まあでもね、放送してからもうすぐに配信っていう感じなんで、まあ実質もう次の日にはもう全然楽しめちゃうし、まあ夜遅くまで起きてればギリちょっと見れるかなっていう時間帯ですね。で、まあ配信サイトも盛りだくさんということで、これまたすごいですね。で、まあさっきも言ったんですけど、アベマ TV は実質もう最新は無料で見れちゃうので、本当にこれはすごいっすね。全話無料で見れちゃうみたいな感じですね。はい、これすごいっす。はい、でね、なんとめちゃめちゃ嬉しかった、僕もねちょっと予想していたんですけども、第1話初回に関しては1時間放送が決定いたしましたということで、これやばくね、初回1時間放送。めちゃめちゃ楽しみだね。本当に楽しみだね。っていうかもう1時間もこれ見てては持つのか、体が。大丈夫なのかっていう感じなんですけど、やっぱ最近ちょっと流行ってる初回1時間放送っていうのをちょっと起用してきました。まあ、初回1時間だからね、まあ、結構進むんじゃないかななんてね、思っております。でね、ダキの声優が昨日の PV でなんと解禁されましたよねということで、まあ、こんな感じとなっております。上限の6、ダキの声優役は沢城みゆきさんとなりましたということで、まあ、ちょっとね、僕の視聴者だったらね、結構喜ばしいことかななんて思うんですけども、僕はですね、以前に5ヶ月前ぐらいに出した動画でね、沢城みゆきさん予想してるんですよということで、ドンピシャで今回当たりましたということで、今回ね、これ声優予想当てたの2回目ですね。はい。無限列車編の時の赤座の声優、石田明さんも僕当てているので、もう2連発で当てちゃいましたよということで、もう本当にそれ嬉しいんですけど、もう当てたことよりも僕は沢城みゆきさんだったことが本当に嬉しくて、皆さん PV で聞いてほしいんですけど、もう本当に沢城みゆきさん合ってる。もうね、沢城みゆきさんの声だけで飯50杯はいけちゃうよねっていうぐらい、もう本当にもう円盤買うことも決定しました今いや、マジでありがとうございます本当に。でね、発表された声優さんなんですけども、ダキだけでしたね。まあ、PV に一応こんな感じで、宇髄天元の嫁3人がチラッと出ていたんですけども、まあ、この3人の声優発表されるかと思いきや、まだ発表しないんかいということで、まあ、僕はちょっと一応予想はしているんですけども、はい、ちょっとそれもね、当たることをちょっと望んでおりますので、まあ、こちらのね、声優さんはいつ発表するのかっていう感じなんですけど、また PV 公開するのかな？ちょっとその辺はね、直前になったら発表すると思うので、ちょっと楽しみですね。はい。でね、続いて主題歌情報なんですけど、
ども、主題歌はこんな感じとなりました。はい、リサじゃなく、エメということで、まあ、僕は全然嬉しいですよ。うん。まあ、リサは無限列車編でやるから、なんか遊郭編はエメだよねっていうことで、まあ、新しいね、アーティストさんを起用したっていう感じなんですけども、まあ、ちょっとね、ここは UFO テーブルさん制作会社のつながりで、フェイトからね、ちょっと引用してきたかっていう感じなんですけども、僕もめちゃめちゃエメ好きなんで、もうこれ本当に泣きました。嬉しいわ、これ本当に。でね、まあ、オープニングテーマ残響参加、エンディングテーマ朝が来ると、いうことで、いやーこれちょっとね、オープニングテーマね、 PV で聞けるんですけども、もうすでに頭に残ってるっていうか、もう好き、大好き、もうオープニング好きになった。今からもちょっと配信してくれ今からもオープニングテーマ配信してくれ。もう曖昧なんちゃらみたいな、もうめちゃめちゃ合ってる、最高だね本当に。オープニング、うん、もうこれもリピート確定ですね。早く MV 出せこの野郎っていう感じですね。いや本当にもう音楽情報を含めて楽しみなんですけども、最後にですね、まあいろいろね、ちょっと PV 解禁されたんで、僕が個人的に気になった、部分というか、それちょっと見せたいなと思うんですけど、こんな感じで、ダキの作画。見てください、これ。これ、えぐいよ。ダキの作画めちゃめちゃ大好き。やばいね。やばいね。全人類大好きになるね、ダキのこと。あ、男ならもう全員好きになりそうなね、フォルムとなっていて。で、戦闘シーンがチラッと PV の方で出ていたんですけども、こんな感じで、もうね、戦闘シーン、コマ数が多すぎて、スクショできなかったんですけど、こんな感じでぼやけてるんだけど、これ戦闘シーンが本当にもう、クソいいのね。もう一瞬だけなんだけど、もうクソいいの。もう遊郭編に関しては、僕アニメ界に伝説巻き起こすんじゃないかなってちょっと個人的に思っていて、まあちょっとね、視聴者のコメントとかでもあったんですけど、音の呼吸の表現ってどうやるのとか、ダキも変わった戦い方する、キャラクターなので、そういうところもね、今回見物となっていますので、まあ遊郭編はね本当に楽しみなんで、そこは皆さんも本当に楽しみにしておいてくださいなんか小泉さん構文みたいになっちゃった。同じこと言ってんの。いや、それぐらいもう PV 見た感じはもう期待通りというか、その50億倍は上でした。はい、ということで皆さんね、いかがだったでしょうか。皆さんのコメントなんかもお待ちしております。ということで、この動画が良かったよという方は高評価、そしてね、ぜひぜひ、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。10月10日から無限列車編開始ということで、早速同時視聴生放送をやっていこうかななんて思いますし、まあ新作エピソードということで、なんかいろいろね、動画とかもちょっと作りたいななんてね考えているので、鬼滅の刃興味ある方はもう絶対ね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回のとこでお会いしましょう。バイ。